ただいまプラットホーム上におりますのはクールスラスト、パイロットは田中壮介さんです。このチームはもういろんなチームの OB たちがこう集結したチームなんで、もう本当にいいとこ取りしたみたいなチームですからね。パイロットの田中君的には歴代2位の記録を出してますけどね。現在のところ 12,444m64。 これ私もですね、自分が卒業した学校の後輩が作り上げている記録ですから、まずはそこを抜くんだと。さあドリームチーム、どんな記録を出すのか。栗武さん、またすごいいろいろ持ってきましたけど、何ですかこれは。はい、これテレメトリーシステムって言って、ここにですね、機体の場所であるとか、今どれくらいの速度で飛んでるとか、どういう方向に飛んでるとか、情報表示されるようになってます。なんですけど、今ちょっと電波の具合悪いのか、情報出てきてなくてですね、目で見てやるしかないかもしれません。クールスラストの意味は、格好よく前に進むという意味です。スタンバイの声かかりました。さあ白に変わりました。3、2、1、技の終了。執念のドリームチーム、今テリコンの本番だ。最初からある程度高度を取っておこう。そしてまずは目指すは竹島、そこから北か南か判断する。文字通り考え方もクールです。もう大丈夫かな、大丈夫かな。さあクールスラスト、難なくクールに1キロを超えました。田中君、気分はどうだ。発見、オッケー、頑張れよ。いや静かに飛んでる、うん、クールスラスト今5キロを超えました。頑張れ。5キロを超えました。ただこのチームにとってはまだフルコースといえば前菜、今北に進路を取っている。はい、ですのでこれはもしかするとですね、風の状況でこのまま北へ行った方がいいのかなという判断してるのか分かりませんね。なるほど、はい、体力まだ大丈夫か。今親指出たね、大丈夫だ。 OK、 自分を信じろ、頑張れ。距離で言いますと18キロ地点ぐらいですね。帰ってくれば36キロということになるわけなんですが、頑張れ。筑布島が見えてきた。栗武さん、今こっち の、はい、機器系の反応はどう。今ダメですね、やっぱり電波変わってないみたいです。機体の方からうまく送られてきてないです。どれもなんか反応、こっち反応してないです、ね、動きないね。はい、残念ですけどこれしょうがないです。フライトの影響は。ああ、飛行には問題ないです。そうして、11キロ超えたよ。まもなく12キロ。いい貸したの、来たの。先ほどの記録 12,444m64、 これが、まあ、線が引いてあるわけではありませんけれども、はい、もう手中に収めているという感じであります。さあ12キロを今超えました、うん、超えました。皆さんの応援が届いてますよ。これまでの東京工業大学マイスターの記録 12,444m64、 これを
単にクールに超えました。クールスラスト13キロを超えています。第一目標東京ダイオン抜き去りました。そして今度は筑部島18キロ地点を目指して宗介、もし旋回するならば筑部島の右側を使って回るので、筑部島から500メーターくらい右側になるように使って。了解。うわー、もう筑部島目の前。左左、おー大丈夫か、頑張れよ。だいぶ下がってる、前入れて。下がってる下がってる下がってる、上げろ上げろ上げろ、上げろ上げろ。クールスラスト、トラカパイロットは上がりました、ちょっと上がりましたね。おっと今16キロを超えました。そして高度がちょっと上がったようです。はい、どうぞ、もう少し高さだぞ、高さ。さあ、初めての折り返し見せてくれよ。パイロットはその筑部島、数々の鳥たちに囲まれて、見えない見えない見えない、クールスラスト、いけるいけるいける、これいけるよ。鳥さんこんにちは。いや先生、本当にあの自然と一体化した素晴らしい大会だなというふうに思いますね。さあ栗田君、間もなく折り返し、これからホーンが鳴ったらね、はい、あの合図してくれる、はい、ちょっと鳥たちが歓迎してるじゃない、ね、この雰囲気すごいですよ。最高だよこれ、今まで見たことないよ俺も。どうして、うわーすごい。そしたら折り返しができる、折り返しのホーンが鳴る、そしたら造形ができると思ったら。了解。チャンスがあれば右旋回で折り返し、右旋回でターン。うるさいな。無理か、左か。まもなく18キロ、ホーンが鳴る。折り返しという新しい歴史の扉を、その方